間活躍させていただきましたが、今日限りでパーマンを辞めさせていただきたいと思います。どうぞよろしく。え、なんやでパーマン辞めんの？またそんなこと言い出すの？あっちゃー。今度スーパーマンに会ったら話してみようと思うんだ。一体何がどうしたっていうのよ。いや、ちょっと疲れちゃったんだよ。あー眠たい。じゃあバイバイ。あ、ちょっと待ちなさいよ。まあ、やめとき。ちょっと疲れてるだけやん。ここんとこ夜の仕事が続いたさかいな。ぐっすり眠ったら明日はケロッとしてるやろ。そうね。もう眠くて我慢できないや。おい、ちょっと起きてくれよ。明日は君が僕の代わりに学校行ってよ。僕は今から一眠りするから。そんなの感心しないな。じゃ、頼んだよ。勉強は自分のためにやるもんだよ。自分のためか。じゃあますますパーマンなんかやってられないよ。まあ、押し入れの中に一体誰がいるんでしょう。まあ、パーマン、なんです、よそのうちの押し入れで居眠りする人がありますか。え、よそのうち。ここは諏訪三男のうちですよ。いくら三男の友達か知れませんけど、あなただってお家があるんでしょ。早くお帰りなさい。はい、さようなら。やれやれ、自分の家でもゆっくり眠れないとはひどいことになったな。ああ、眠いな。もう眠くて気が狂いそうだもん。ねえ、デコヤマさん、パーマンってなんて素敵なんでしょう。ほんと、ほんとよ。暴力団の殴り込みはあっという間に片付けたんですってよ。そうですってね。ゆうべの事件のことだな。いや、大したことなかったんですよ。あら、みつおさん、あなた学校はどうしたの？行かなくていいの？こんな時間に何ブラブラしてんのよ。きっとずる休みよ。決して そんな。諏訪さんの奥さんに知らせてあげようかしら。ちゃんと学校へ行きますよ。ねえ、ちょっと。あ、みつおくん。どうしたの？やっぱり交代しよう。え、サイドも？学校終わるまでここに隠しとこうっと。誰だい眠りをしてるのは。スワーク。はい。ねえ、みつおさん。ん？私ね、お友達として忠告させていただきたいの。なんだ改まって。教室で居眠りする癖だけはやめた方がいいと思うわ。僕、しようと思ってするわけじゃないんだよ。真剣じゃないからよ。違うんだよ、僕は夜通し働いて。夜通し？何をしてるのよ。あ、つまりそのパーマ。言えない、この辛さ。え？どうしたの？さよなら。まあ。ただいま。お兄ちゃん、また居眠りして先生に叱られたんですって。まあ、みつおさん、本当なんですか？わかっちゃいないんだ。みつおさん、僕は一生懸命やってるんだ。みんなのために眠い目をこすりながら、雨にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けず、それなのにみんな僕のこと悪く言う。誰も僕のこと分かってくれない。パーマンなんか今日かけてやめたんだ。あ、スーパーマン。いや、ちょっと寄ってみたら相変わらずだらけてるな。スーパーマンにまで悪口言われるとは思わなかったよ。何をそんなに怒ってるんだ。ほら、学校へコピーロボットを忘れたろ。持ってきてやったんだ。そんなものもういらないんだよ。だいぶ機嫌が悪いな。ねえ、スーパーマン、お願いがあるんだけど。なんだね、言ってみたまえ。実は僕、
パーマンを辞めたいんです今すぐダメダメだねじゃあせめてママと先生とみっちゃんだけには僕がパーマンだってことを打ち明けたいんだけど何いかんいかんいかんそんなことを言ったらパーにするぞだってそれじゃあんまりだ辛い思いをしても何の得にもならないじゃないかそれに誰一人僕に感謝してくれるわけでもないしそんなことはないよいいねみんなパーマンには感謝しているんだでもそれは僕スワミツオとは関係ないよいいかね自分の得にならなくても褒められなくてもしなくちゃいけないことがあるんだよどうしてさなぜ教えてよそれは、自分で考えた方がいいなそのうちきっとわかるよそんな返事インチキだごまかしない帰るよおいおいパーマンセットを放り出して一体どうするんだ僕パーマンをやめますおい待ちたまえ止めたって無駄だからねもう決心したんだから君分かってる分かってる君のことは諦めたよしかしわしの星へ帰るまでにまだちょっと時間があるんでねいいねそれまでこれを預かっといてほしいんだよこんなものもう見たくもないよまあまあそう言わずにちょっとだけだからじゃあ頼むよあおい迷惑だって言うのにあーちょ行っちゃったしょうがないなだから嫌だって言ったんだやられやしないうるさいよしさあ何が何でも今度こそゆっくり寝るぞどないしたんやあんなに呼んでるのに返事もしないで僕には関係ないんだ僕パーマンをやめたんだそんなアホなこと言わんと早う一緒に行こうやないか大変なのよ雪解けのために大流れがあって三つの村が雪に埋まっちゃったのよパーマン部隊の活躍をみんな待ってんねんで僕はもうそんなことには関係ないよとにかくパーマンをやめたんだものあら押し入れに入っちゃったわよっしゃ何としてでも呼び出すね出てこい三つ夜は静かに寝るもんだごめんなさいそのちょっと寝ぼけてたんですなダメなお兄ちゃんねあてにできそうにもないわねいしゃあない今夜は僕らだけでやるやないかそうねなだれか。ま、僕には関係ないけどさ。現場の人たちは大変だろうな。関係ないけどさ。
おお、出かけるのかい？やっぱり僕、行くことに決めたんです。何の得にもならず、人に褒められもしない。それでも行くのかい？なぜ行くんだね？なぜって、わかんない。でも行かずにはいられないんです。なぜって、わけは後でゆっくり考えます。それより今は急がなくちゃ。たとえ誰も褒める人がいなくても、私だけは知っているよ。君が偉いやつだってこと。いや、君を見ているお友達もきっといつかは分かってくれるだろう。